大学に入学した後も将来のことを見据えて、資格試験、公務員採用試験への挑戦を考えている人も多いことでしょう。専修大学では毎年難関資格試験や公務員採用試験に多くの合格者を輩出しています。合格へのポイントは専修大学のサポート力の充実、合格した学生たちの声を聞いていきます。人間科学部心理学科4年、池川琴子です。合格した試験は国家公務員採用一般職試験、国税専門官採用試験、あと川崎市職員採用試験とその他いくつか合格しております。セミナールで心理学を学んでいるのですが、その中で家庭環境や生活環境に問題を抱える人々が多いっていうことを感じたので、そこで公務員になることで、その行政的な支援をすることができるのではないかと感じたので、公務員を目指しました。主に講座で配布された教材を用いて勉強しました。同じ問題集を何回も繰り返し解くことで、理解していない部分だったり、あと覚えられない箇所っていうのを明確にしていきました。それらを一つずつなくしていくことで確実に解ける問題を増やしていきました。また自宅で勉強してもなかなか集中できなかったので、大学の図書館に何時間もこもったり、友人と一緒に勉強したりしてモチベーションを保っていました。試験のプレッシャーというのがとても大きかったです。試験の時期が近づくにつれて、周囲で内定をもらったという人が増えてきたので、自分は無事試験に合格できるのかなっていう不安に駆られていました。そのため自分と同じように公務員を目指す友人と会って、お互いの不安を言い出し合うっていうのがストレス解消になっていました。エクステンションセンターの公務員講座では、講義以外にも合格に向けて様々なイベントが用意されていました。そのうちの一つとして、例えば公務員試験に合格した先輩や、あと卒業生とお話しする機会がありました。そこでは実際に合格した方々がどのように勉強していたか、あと面接で何を聞かれたのかといった疑問や不安を解消することができました。加えて先輩方の生き生きとした姿を見たことで、自分も絶対に合格するんだというモチベーションにつながりました。講座の先生や大学の職員の方々が、学生一人一人の合格のためにとても熱心であると感じた時です。先生との個別面談の機会を何度もいただいたり、職員の方々が親身になって話を聞いてくださったりしたことで、悔いのない進路選択ができたと思っています。大学はとても自由な場所です。どのような経験を積むのかというのは、皆さん自身の選択によって大きく変わります。私は大学からのサポートによって、公務員の試験にいくつも合格したことで、進路の幅が広がっただけではなくて、努力の証としてとても今誇りに思っています。この経験が皆さんの進路選択に役立てれば嬉しいです。経済学部4年の橋本直也です。合格した試験は公認会計士試験になります。私は高校3年生までサッカーを続けており、大学生になったらサッカーに代わる何か本気で取り組めるものを探していました。専修大学では公認会計士試験合格を目指す専用の講座が開講されており、会計士は専門性が非常に高く、資格の汎用性も高いことから、キャリアプランの選択肢が多く、自由度が高い職業であるため、私は公認会計士の資格を取ろうと思いました。私は勉強をルーティン化してました。朝起きたらすぐに前日の復習をする、電車の中では暗記科目のテキストを読む、毎日決まった時間に自習室に行き、決まった時間に帰る、
勉強を最優先に考えて日々の生活をある程度パターン化することで余計なことを考えず勉強に集中することができていました。試験の中での苦悩は演習で結果が振るわなかった時や毎日勉強しているだけの生活に嫌気がさしたことです。その際私は一緒に勉強している友達と励まし合って切磋琢磨したり、勉強に嫌気がさした時はその日は最低限のことだけをやってゲームやサッカーなどをして気分転換してました。大学からのサポートはエクステンションセンターが実施している会計士講座の受講と奨励制制度の利用をしました。そのメリットは大学内の講座ということもあり、同じ目標を持つ他の学部や学科の人と出会うきっかけになりました。また私はコロナ禍に入学したため大学での出会いがなかったためすごく助かりました。また奨励制制度では会計士講座の受講料の大部分を大学側に支援していただけるため勉強する上での経済的負担を大幅に軽減できました。さらに担当式試験や論文式試験に合格すると追加で支援してもらえるため、それもモチベーションの維持につながりました。専修大学は会計士を目指す上でのサポートが手厚いことです。他の大学の合格者に聞いても専修大学以上のサポートをしている大学は聞いたことがありません。大学生活4年間は目標もなく過ごすにはとても長く退屈な時間です。勉強やサークル、部活、何でもいいです。何か本気で取り組めるものを見つけてください。それが大学生活をより有意義なものにすると思います。合格した学生たちの声にもありましたように、専修大学エクステンションセンターでは資格採用試験合格のための受験指導専門学校と提携した課外講座を多数開講しています。ほとんどの講座が学内にいながら受講でき、時間と費用を大幅に節約、大学の授業との両立を考慮した独自のカリキュラムで基礎固めを確実にし、合格へと着実にステップアップしていくことができます。また学生それぞれの希望の進路を実現するために専修大学ではキャリア形成支援、就職支援、資格採用試験支援のトリプルサポートシステムによる学生支援を行っています。専門スタッフが学生一人一人としっかり向き合いながら強力にバックアップしています。専修大学には資格試験、公務員試験講座を主催するエクステンションセンターをはじめ、学生を多方面からサポートする体制が整っています。夢の実現へ意欲を持ったあなたの挑戦を専修大学はお待ちしています。